はい、ミニッツ開発チームの石川です。今日はですね、横浜にあるですね、駿河屋さんに来ています。丸いシティ横浜の中にあるんですけども、7階にある、駿河屋さんの、表彰コーナーに、来ました。何をしたかというとですね、ちょっとまあ売り場をですね、ちょっとメンテナンスしたのでですね、ご紹介したいと思います。まずですね、こちらミニッツコースですね、ご覧ください。オーバルに間にですね、仕切りがこうやって入っただけなんですけども、非常に、走らせやすくて幅がワイドなコースなので、今までミニッツのコースね、走ったことない方に非常におすすめのコースとなっています。こちらもですね、今日メンテナンスしましたので、ぜひ使ってみてください。ちなみに、こちらもですね、ちっちゃなお子様には強調エッグの、トイラジもありますし、皆さんのようにですね、マイミニッツをお持ちの方は、お持ちいただければ、現在、走行料無料でお楽しみいただけます。ペットの方もですね、完備しております。ただ、ちょっと充電設備とかはね、ないので、はい、お家で電池の方は充電してきてください。はい、そしてじゃあちょっとダダンとしますと、本日はですね、こちらのミニッツコーナーをですね、拡張いたしました。こちらに、ちょっとカメラ見てください。ミニッツの、RWD 各種、それから AWD 各種、それから、オートスケールコレクションですね、こちらの棚のスパンをですね、1つ増やしましたので、まだ隙間がちょっとありますけども、これから商品補充するという形です。それからですね、ちょっと持ち歩いてください。部品棚をですね、改善いたしました。前はですね、この1つの棚に、ちょっとここはちっちゃい部品なんであれですけど、これキーリングで、止まっててですね、探しにくかったんですけども、本日ですね、うちの営業の新人といってももう2年ぐらい経つ、はい、岩沢君と一緒に1品番に1フックずつに直しました。これはですね、普通、お店では当たり前かもしれないんですけど、なかなかですね、大きな場所は取るので、なかなかこのように展開することが、正直難しい中、横浜店もですね、お客様はだんだん通ってくださってますので、今回部品のスペースを拡張して、こちらが、RWD ですね、 MR03 系の MZ パーツで、 MZW のオプションパーツ関係、それから、MD のオプションパーツ MDW ですね、 AWD 系、 あとは MA020 系ですね、はい、それから、タイヤが各種、はい、それからこれは MD ですので、 AWD の、標準の部品ですね、そのあたりスペアパーツ関係、それから、ホワイトボディ関係ですね、ルートヌイオン6の、パーツも置いてあります。この辺はまだちょっと置き場所がなくて、こうまとまった形にはなってしまっているので、申し訳ないんですけど、頑張って探してほしいです。それから意外とですね、人気がこちらのなかなか普段は売ってないフロントボディマウント各種、このあたりもたくさん、たくさん取り揃えておりますので、はい、ぜひぜひ、はい、ちょっとこれ後で渡しましょう。はい、お買い求めいただけたらと思います。はい、それからですね、こちらには、ミニッツ 4x4 ですね、それからボディセットもございます。はい、あとはこちらがですね、フェーザーシリーズがちょっと力を入れて取り揃えている状態、あと商品、時々変わりますけど、今日はこのオプティマミッドがあったりとか、あとハンドンレーサーもあります。それから、こちらはですね、フェーザー関係の部品は取り揃えていたり、一部イファーのホイールがあったりとかもありますけども、このような形になっております。特にですね、こちらのミニッツとフェーザーに力を入れた商品ラインナップになっておりますので、ぜひですね、横浜にお越しの際はお立ち寄りください。はい、またぜひですね、こちらのコースもですね、ぜひ走らせて遊んでみてください。はい、本日の担当は石川でした。